さあそれでは参りましょうか。続きましてのステージは長縄跳びで最初にですねオープニングアクトを飛んでいただいた方々フラットリリックさんのステージをお楽しみください。それではフラットリリックさんお願いします。盛大な拍手でお出迎えください。私がさんです。よろしくお願いします。お次はウルトちゃん。お次がゾンちゃん。最後がトイちゃん。本日は最後まで盛り上げていきますので一緒に盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。太陽はだんだんとオレンジ色になってキラキラミラモに吸い込まれてく。宝物を大切そうにポケットの中に入れるように、いつでもそばにいて澄んだ瞳守るよ。迷ったらどんな時も駆けつけるから、心の支えだって守ってくれるならば、どんなことがあっても必ず届ける、想いは伝わる。うまくいかない日もある、後ろを振り向いたい、悩み事や事で曲がってもいい、ゆっくり浄化されるから、力になってみせるよ。きっと気づいてないだけで、みんなが味方だ。いつでもそばにいて澄んだ瞳守るよ。迷ったらどんな時も駆けつけるから、心の支え
うございます。ありがとうございます。皆さんはじめまして、ウルトです。ゾンです。サンです。コイです。フラットリリックスです。よろしくお願いします。はい、本日は秋祭りにお呼びいただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、秋祭りにお越しの皆さんは私たちのことをあまり知らない方が多いと思うので、少しだけグループの紹介をさせてください。グループの活動として、JA 島根公式アンバサダーをさせていただいています。この後のライブの曲中に公式アンバサダーの曲、テーマソングとしての曲を 歌わせていただきます。そちらも注目してください。そして、僕ゾーンは、TSK 314テレビさんで放送されているかまいたちの掟という番組のナレーションをさせていただいております。ちょっと遅い時間なんですけれども、よかったら見てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、そして今日はですね、そしてこの後ライブの終了後に あちらの白いテントの方でフラットリリックスのグッズや CD の方を販売させていただきます。本日はですね、皆様のお手元のカメラで撮影ができるので、もしよろしければ今日フラリリ、かわいいやんとか、この子気になるわって方がいらっしゃいましたら、ぜひあちらの方でお待ちしておりますので、遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてこの後ビンゴ大会にも私たち参加させてもらいます。生跳びでは15回だったんですけど、今回はすごい景品がすごい豪華で、当たりを目指して頑張っていきたいと思います。はい、そして、はい、皆さんも自由に楽しんでいただいて、私たちこの後も、ライブをしていくんですが、続いて3曲披露するんですが、1曲目に走り出す季節という曲があります。サビにぐるん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 と下から1212という振り付けがあります。皆さんよかったら踊ってください。それでは次の曲聴いてください。走り出す季節。何者でもないあの日の僕よ、逃げられないあの夜の君よ、叶わなかったたくさんの夢を握りしめたまま進んでゆくんだよ。思えばあれから一瞬だった、僕らはまさしく無敵になった。日の当たらないこの街にだって進める未来があるって知った。こいつ目を覚ました顔を忘れた、だからと笑ってたこと以外はいつの形もないそのままの方、あの街に押し出るか。どんな未来を受け入れていくよ、恋の夢を追い越してゆこう。それなりの風を受け、どこかしらに進むんだ。怖くはないよ、不思議だね。踊ってね。走り出す季節、今日と同じだ。まだ始まってもいないくせにネガティブなこと言い出してみたり、ゆっくり進む二人のりはたまたま昔の映画に似てた。君は何か企んでるかを、ごまかされたり流されたり、生まれる前のきっと僕にある、出会った身の夢食べてみたり、空っぽの時間昔にもなってたら、いる意味も分かりかけてきたよ。僕が来る行きなっちゃ、ここではないと答え。
どこにあるの。言葉にならない思い飲み込んで溜め込んだ毎日に行け。あなたはあなたで私は私でそんなことわかってる。カーテンを閉めたんだ。愛が終わりないだから、私の知ってない月を眺めてた。忘れたくないこと、話したくないことを、あなたに出会って初めて知ったから、夢中になって駆け出すのこと、私が私の言える場所、そんな今を、oh, oh, oh, 歌いたくなったんだ。あった決められた場所、残響に戸惑うの。あなたはあなたで私は私で、そんなことわかってる。太陽を睨んでた、これが私なの。ないこと、どこにいたって何回だって伝えるから。忘れたくないこと、話したくないこと、あなたになって初めて知ったから、夢中になって駆け出すこと、私が私でいれる場所、そんな今を、おーおーおー歌いたくなったんだ。ちゃんと言葉にできたら、いつもちゃんと笑顔になれたら、いつか好きになれる日が来る。もう話はしないよ。
最後まで楽しんでいきましょう。僕にだって誰にだってあるもの、日々を彩る虹のメロンに、明日だって昨日だって今の今があって、ドラマのほとんどへ逆転しなくも、君と生きることはまるで、そうだってだって僕らだってみんなで家族 Together 自由な世界に夢がいて、決められた道よりも自分で決めて走る、だからね、やっぱりは人で違う、誰とも違う、泥だらけの靴は自分のシンボルだ、僕なら未来へ映すよ。朝日だって昼にだって夜にだって変わらない、白色の街に思いを寄せて、光も空も四季も君も全て味方につけて繋ぐべきよ、つけた自分の世界に愛を持って、旅立つ白姿決して忘れはしない、だからね、ここから始まるストーリー、僕のストーリー、日だまりのような色あせない言葉が僕らを未来へ映すよ。雨も風も雪も風も越え、ずっとずっとこの街を思い歌うラブソング、世界に愛を持って、絵の具と服だけのセンスで、だからね、だから始まるストーリー、僕のストーリー、最後は投げられた持ち味のソウルで、今この場所から溢れる想いを僕から伝える、ありがとう。ありがとうございます。はい、私たちの詳しい情報やライブの情報などは SNS で確認ができます。はい、私たちフラットリリックスの SNS の活動もたくさん行っております。インスタグラムや公式のホームページ、それから旧ツイッターですね、 X っていうアプリは4人ともそれぞれの個人のアカウントがあるので、もしよかったらそちらもチェックしてみてくださると嬉しいです。はいはい、今日は秋祭りということでたくさんの方に見ていただいて本当に嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はね、沖に来た時からめちゃくちゃいい景色で、めっちゃ綺麗でしたね。すごかったね、もう空も山もめっちゃいい景色で、あとたくさん美味しいものを食べさせていただいたんですよ。でしかもそのライブの前に行った長縄も、はい、私たちがやりたいって言って参加したいって言ったら、もう心よく受け取ってくださって、はい、本当に今日もライブがねメインだったんですけれども最後まですごく楽しい一日でした。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ラストはね、ラスト1曲なんですけれども、皆さんと一緒に楽しい
すごくジャンプするところとか手拍子、サビもたくさん踊るところがあるので皆さん一緒に踊ってください。最後の曲聴いてください。飛べるもんなら飛んでみろ。フラットリリックスのアスタの曲です。最後までありがとうございました。リクト飛べるもんなら飛んでみろ。目標は相変わらず遠くて何も見えてこない。そうですかい、うれしい。願望は増えてくけど、おーみーのうれしい。欲張りで意識され、うれしい。皆さん一緒にパーソロ、いろんなことからけたよ。その道なんだから、いつまた恋から生き込めたなら遠くへ。あなたね、翼があったら飛べるよと言ってぼやく前に、大事なことを忘れてたから、お前より近くにあるものを覚えられる。強く握れるか、その力が感じて、それさえあればどんなにとっても飛べるさ。散髪続きの人生に、こいつ小さな不満を並べて、お前もかわいい、こいつ流れてきたけど日常を、おーいちゃん、いつに聞かせ、おいちゃん、ありがとう。皆さん一緒にパンパン、流れ着くようなはずかな幸運よりも、自分で重ねる小さな達成を積み上げて、それは分かっちゃいるけれど、ため息を逃す前に、たったの限りを踏み出せたら、それを歩けたくて、どれだけ強く願えるか、その力が感じて、それさえあればどんなに高くても、噂があったら飛べるよ、そう言ってぼやく前に、大事なことを忘れてないかい、翼より近くにあるものを、強気を持ってたら飛べるよ、誰だって同じなんだよ。無理やり足を振り立たせて、今すぐ目の前にあるものを、それだけ強く見切れるか、その力が感じて、それさえあればどんなにとっても飛べるさ。
すごいじゃんやありがとうございます。ここでねアンコール来るのは異例だからねそうです本当にかけてからですからねいつもねでもこの温度で皆さんのこの温かさで最後の一曲ラスト楽しんでいけますか。もう一回楽しんでいけますか。ラストを聴いてください。今日はとてもいい日です。心地のいい夢から覚めるの名残惜しいのまだ寝ていたいけどふかふかのベッドにさよなら告げて平凡で最高の今日一緒に
はい、アンコールまでいただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、嬉しい。もう曲を用意してないの、はい、この辺で勘弁したくちゃ。ありがとう。はい、この後も秋祭り最後まで楽しんでいってください。以上、ウルトです。ゾンです。サンです。コイです。フラートリリックスです。ありがとうございました。はい、フラットリリックさん、ありがとうございました。本日ありがとうございました。皆さん、どうぞ盛大な拍手でお送りくださいませ。大盛り上がりですね。盛り上がりましたね。このあと7時からステージの上でライブを行わせていただきます。今日は秋祭りということで皆さんにぎわってるんですが、楽しんでますか？もう一回、楽しんでますか？ありがとうございます。このあとは、ね、あの長縄跳びということで私たちも頑張らせていただきます。そして出店がたくさん並んでるんですが、私たちの物販のコーナーもありまして、このフランクフルトの横の白いテントで物販をいらせていただきます。この後ですね、タオル、CD とか、私たちと一緒に写真が撮れるチェキも販売しています。この後販売だけの、時間になるんですが、よかったら立ち寄ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。すいません、ちなみに、ですね、ビンゴゲームの、カートとハロウィン券が本部の方でもなくなりましたのでご了承ください。さあ、それではフラットリリックさんに飛んでいただきたいと思いますが、練習1回だけありますので、その練習を重ねての本番を迎えたいと思います。じゃあ練習いきましょうか。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。練習ですよ、練習ですよ、もう本番じゃないですよ。いやもう飛びすぎるとっていうところあります。あ、いいですね。皆さんもよかったら数えてあげてくださいね。では本番参りましょう。お願いします。頑張れ。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、15回。フラットリリックさんの記録は15回でした。ありがとうございました。すごい、すごいですね。ストップ9番。9番ですよ、9番。さあ、どんどんいきますよ。続きまして、スタート。ストップ69番。さあ、次4番目の数字いきますよ。スタート。ストップ。10番。10番、ビンゴ。退場、嘘つきは退場よ。
おめでとうございます。海保1万円分食事券、これね、あの本部で交換するんで。おめでとう。おめでとうございます。お、うん、あ、え、いいんですか。お、うわー、ありがとうございます。おめでとうございます。男子のすごい嘆きの声が。はい、おめでとう。ありがとうございます。あとでゆえが投げキスしてあげるから、そこにビンゴしたらね。あと今ね3つちょっとね、雨でね、僕の指紋も消えつつですね、ボタンが押せないんですね。雨を直しますか。雨を直れ。ちょっと責任取ってもらっていいですか。え、マイクはね、貸せないんですよ。質問コーナー、誰に質問したいの。来ました。来た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 よ。はい、ストップ。4番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 ビンゴ。はい、ビンゴ。おー、ビンゴ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 の人じゃ上がってこっち来て。おお、どうぞ前へ、ビンゴ。はい、ビンゴ。はい、おめでとう。ビンゴ、はい、おめでとう。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。ラトリックさんとユエエさんもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。最後に大きな拍手を。